初代ブラックリー子者トマス・エジャートン初代ブラックリー子者トマス・エジャートンはイングランドの法律家、政治家、定身、貴族、法廷弁護士として司法職で出世し、庶民委員議員も務めた後、1596年から1617年にかけて大法官及び国事証書を務めた。1603年にエレズミア男爵、1616 16年に ブラックリー一者に異された。ブリッジブウォーター伯爵、エジャートン家の祖にあたる。1540年に、サー・リチャード・エジャートンの死生児の息子として生まれる。母は、父のメイドである、アリス・スパーク。1556年に、オックスフォード大学、ブレイズノーズ・カレッジへ進学。その後、リンカーン放送院で学び、1572年には、法廷弁護士資格を取得した。 司法職で出世し、1581年から1592年にかけて法務時間、1587年には林間放送院の会計官、1592年から1594年にかけては法務長官、1594年から1603年にかけては放送院記録長官を務めた。また1584年から1587年にかけては チェシャー選挙区から選出されて、庶民院議員も務めた。エリザベス一世の知性は、バーリー男爵ウィリアム・セシル、ロバート・セシルフ氏とエセックス博、ロバート・デ・バルーの派閥構想が、人事にも絡み、1594年に、エジャートンが辞任した後の法務長官をめぐり、セシルフ氏は、エドワード・コークを、エセックス博は、フランシス・ベーコンを推薦した。エリザベス一世の意向もあり、 法務長官はコークが就任した。エジャートンはエセックス白派に属し、感情の抑制ができない彼に国旗心を持つことを忠告したり、エセックス白が女王と揉めると服従することを呼びかけたりしている。しかし、エセックス白が忠告を聞かず、1599年にアイルランド遠征に失敗して女王の怒りを解失却すると、 女王の命令に従い、エセックス博の身柄を預かり、1601年2月8日に女王の使者として、コーと共にエセックス博の屋敷を訪問したが、クーデターを起こす決意を固めたエセックス博により、屋敷に閉じ込められた。1596年に、数密古問館に列すると共に、国事証書に就任した。1603年7月には、 エレズミア男爵に除されるとともに大法官に転任し、1617年3月3日まで務めた。在任中はコモンロを重視し、ジェームズ一世の司法介入に反対するコークと対立、ベーコンとともに国王体験を擁護する側に回り、議会やコークに引きられたコモンロ裁判所を体験を侵害していると非難。コークの著書、判例集も王権を軽んじている。 内容が粗雑と批判している。ただし、判例集にも、たくさんの良い点があると一定の評価を与えている。1613年から1614年にかけては、委員改正になっていた大倉教の第一教を、務めた。また、1610年から1617年にかけて、オックスフォード大学学長を務めた。この役職についていた1611年に、 オックスフォード大学セントジョンズカレッジの学寮長選挙が行われ、大学で非主流派だった反カルバン主義のウィリアム・ロードの立候補にカルバン主義者から訴えがあった。エレズミア男爵はジェームズ一世に訴えを伝えたが、選挙実施が承認され、選挙で当選したロードは大学改革と出世に邁進していった。1616 16年11月にブラックリー爵に助せられるも、 翌1617年3月15日に死去した。借位はジナン、次男女ミエジャー・ドンが継承した。1603年7月21日に、以下の借位を新規に除せられた。1616 16年11月7日に、以下の借位に新規に除せられた。1576年以前に、エリザベス・レーベン・スクロフトと最初の結婚をした。彼女との間に、以下の二男一女を設ける。 最初の妻との死別後、1596年頃にエリザベスモアと再婚。彼女とも死別した後の1600年に、サージョン・スペンサーの娘で、ダービー伯爵、ファーディナンド・スタンリーの未亡人アリス・スペンサーと再婚した。しかしこの2番目と3番目の妻との間に子供はなかった。ありがとうございます。